古代ローマの権力者は主食である小麦をローマ市民に無料配給する食料政策を500年余り続けた戦車競争や闘技などの見せ物公共浴場の提供にも力を入れたいわゆるパントサーカスと呼ばれる施策である壮大なばらまきに移るが ことはそう単純ではないらしい中川義孝元東洋大教授の著書によれば「小麦の無料支給で各世帯が節約できたのは食費全体の6分の1程度にとどまる」「兵役を担う男性ら市民権を持つ人々に限って食料を供給し名誉を授ける意味があったという」 穀物の無償廃棄を行うにあたり、権力者も春したようだ。ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスは農地の耕作放棄につながるとして制度の廃止を思案したものの実行には移さなかった「いずれまた民衆の好意を得るために復活することは間違いない」と考えたからである。 昨日公示された衆院選では新型コロナ対策の名のもとに与野党がこぞって現金給付を打ち出しているその是非はともかく選挙直前に給付の議論が再燃したことをいぶかる有権者もおられよう2000年前を生きたローマ皇帝の言葉は現代政治を予見していたかのようである